明日天気になれ。はい、皆さんお疲れ様です。ですね、まだまだ暑いんですが、はい、今日はあったかブランケットがめちゃめちゃ入荷しましたので、はい、一部ちょっとだけですね、ご紹介したいと思います。はい、お願いします。はい。で、まずはこちらなんですけれども、はい、こちらも入荷してからすごい勢いで売れておりまして、なんだかんだ北海道もまだまだ暑くて、暖かいよね、半袖なんですけど、はい、そんな中でもすっごい売れてます。サンガラ、はい、トラさんとかの柄なんですけど、はい、ちょっと広げてみると、こんな感じ。あ、結構大きいんだね。可愛くないですか、この柄。可愛いね。ちょっとソファーに引きたくなっちゃうね。そうなんですよ。こいつと大きめなんですけど。はい。可愛い柄で。可愛い可愛い。あら、裏も可愛いじゃない、ちょっと。裏もなんか可愛いですよ、これ。リバーシブルってわけでもないんだけど。ないんですけど。可愛いわ。可愛いですよね。これが結構こう、はい、伸びる。おお。ニットなんですよ。おお。もちもちの。ちょっとこう、ふさって。はい、いいよっていうこのブランケットがめちゃめちゃ売れてますね。はい、これが3740。はあ、9月から売れるってすごいな、はい、めちゃめちゃ売れてますね。はい、で売れてる人ナンバー2がこちら。ああ、それか。これがモンスターブランケットっていうやつなんですけれども、はいはい、広げてみますね。大きいの？出る状態で、うん、広げると、はい、じゃじゃん。あ、そんなに大きくはないよと。はいはい。あ、これがですね、いいじゃないいいじゃない。あ、いいじゃない。ちょっとボタンついてて、はい、こうできます。はいはいはい。で、あ、フードになるよと。どうや。いいいいじゃないちょっと。モンスター。おー、なんかもう風邪ひいたっぽい感じだけど。何ですか、まあいいじゃん。おー、いいじゃない。かわいいですね。うんうん。で、これお揃いのスリッパもあるでと。かわいいね。ちょっとかわいいね、これは。これめっちゃかわいいですよ。かわいい。これすごい私一押し。ほんとだ。で、これすごい安いです。激安。これスリッパだけで1870円、うん、で、こちらは2420円ですね。ブランケットの方はいいじゃない。こんな感じでちょっとクッションっぽい感じで、はい、そうなんです。これすごい人気ですね。おお、車に置いとくか。で、後ろの方行くとまだまだいろんなのが行っちゃいましょうですけど、これ、うん、これはもう結構ずっとここでこうやって触ってる人めっちゃいます。あ、本当。いや、でもそういうことだよね。すごい肌触りがめっちゃ、うん、ふわふわで、うん、ふわふわ感出てます。すごいいいんですよ。裏はこんな感じ、ね。あ、いいね、いいね、裏もいいね。はい、ちょっとこれ。裏もすごい。はいはいはい、毛足の短い面と長い面、はいはいはい、になってまして。完璧じゃないかこれ。ほんと膝掛けにちょうどいい。ちょうどいい大きさだね。うんうん、感じなんですよ。あら。なので。これも売れそうだね。これすごいいいですよね。まあ値段にもよるか。こちらはですね、2200円。あ、売れるわこれは。安いね。いつもとはちょっと違うこんな感じの花柄で、はい、なんか素材も結構なんていうの、肝してる、うん、ポコポコとこいつとモヘアチックの感じ、でも裏はこういうファーになってますね。あ、いいね、はい、ちょっと柄も大人っぽくて、みんないろいろ考えてるね。そうなんですよね。この辺もすごい可愛いから。これセレクトする方も大変ですよ。大変ですよ、本当に。そしてこちらは定番の感じですね。うん、この辺ももうパパパッと売れてってます。あ、そう。はい、皆さん急ぎましょう。夜はちょっと寒いのかい？どう、でもまだブランケット欲しいぐらい寒くはないんですけどね。単純になんかデザインが可愛いからもあるのかな。やっぱ見るとみんな欲しくなる。ということでですね、今年のブランケット、はい、ちょっとだけお見せしました。はい、よろしくお願いします。